原野商法、原野商法とは、原野などの価値のない土地を騙して売りつける悪徳商法のことを言う。1960年代から1980年代が前世紀であり、新聞の売り込み広告や雑誌の広告などを使った勧誘が盛んに行われていた。日本人だけではなく、外国人も日本の原野を高値で買わされる。2010年代以降、 日本では、腹の商法そのものの被害よりも、腹の商法の被害者、いわゆる、カモに対する二次被害が中心となる一方で、海外富裕層に、法外な価格で、日本の土地を購入させる、外国人での土地取引が急増している。特に、中国人富裕層の間では、中国でも、観光地として、有名な、ニセコの土地が人気で、外国人に販売された。 北海道の土地の7割がニセコに集中しているという。もちろん販売されるのは観光施設や別荘として活用できるような土地ではなく、道路も通っていない上に年間のかなりの期間が雪に閉ざされる人赤未踏の原野であるが、外国人富裕層、いわゆる成金の間では海外の有名観光地に土地を持つのがステータスということと、また日本の庶民とは 金銭的な価値観が違うこともあり、地図の上では有名観光地域にあるというだけの人責未踏の原野法外な価格と納得した上で購入する人も多いと業者は主張しており、2010年代に活発に販売された。海外富裕層相手のブローカーは牧場経営などに失敗した日本人が多かったという。それに関連して中国に 日本の水源が狙われているという説が日本国内でインターネットの噂として起こり、口述の水源地投資詐欺につながった。NHK の2018年の記事によると、この説が起こったきっかけは、2010年に北海道議会における調査により、中国やシンガポールの法人や個人が北海道の土地を多数購入していることが発覚した子で、 それを一部メディアなどが取り上げたことで有名になったという。しかし NHK が調査した結果では2018年までに土地が実際に水資源をめぐるビジネスなどに使われたケースは確認できず NHK は狙われていたのは水資源ではなく海外の富裕層だった可能性を指摘している。水源地と称して無価値な土地を売りつける商法。 2010年代になって被害が急増した原野商法で舞台となった鳥取県や北海道などの自治体や国民生活センターが注意を呼びかけている。大手飲料メーカーが関与していると称するもの、また日中関係の悪化を背景に日本の水源地の買収を進めている中国から日本の水源を守るためなどと愛国心を利用した手口も目立ってる。ちなみに、 河川法に基づかない水利権の売買はできず、水源地の土地を購入しても水利権は得られない。また、森林法の林地開発許可制度により1ヘクタール以上の森林の開発には、都道府県知事の許可が必要度複数の法的な制約があるため、日本人だろうと中国人だろうと大手飲料メーカーだろうと、水源地を購入しても水源を利用できることは、まずない。 中国人に日本の原野を買われることが日本国の防衛上の脅威になるという説を一部メディアなどが取り上げている。産経新聞社編集委員の宮本正氏は中国系資本がリゾートなどの名目で北海道の土地を買収しそこを中国の自治区とすることで北海道が中国の32番目の省原文ママ。ちなみに 中国の賞の数は2018年現在で23賞となる危険性を指摘しており、中国人に日本の土地を買われることを阻止するために、中国人に先んじて原野を高値で購入する愛国的日本人が詐欺師の口車に乗って無価値な土地を高値で購入しているのではなく、一人の日本人として中国と目に見えない戦争を戦っているという見方もある。一方で、 中国教異論を煽ることで無価値な土地の地価をすり上げた上で日本円の投資先を探している中国系ファンドに土地を買わせるという手口もある中国系投資ファンドに対し現野の買収を進める中国から日本の土地を守るため日本の自治体や国が土地の買収を検討しているので土地の値上がり確実であるとの協議の説明を行う日本の投資会社すら買わない 無価値な土地が高値で売れる上、中国系企業が本当に日本の原野を購入したという実績も得られるので、一石二鳥である。さらに、一度中国系資本に売った土地を自治体や愛国的日本人に高値で転売することができれば、一石三鳥である。このように、日本人だろうと中国人だろうと関係なくカモを見つけて、無価値なを売って大金を稼ぐのが詐欺師である。 当然のことながら、中国人が日本の土地を買っても、そこは中国の領土にはならない。かつての原野商法の被害者に土地を買いたいなどという話を持ちかける業者がいるが、原野は無価値なのでまともな買い手がつくはずがなく、そういう話はすべて詐欺である。詐欺師の話を不用意に聞いてしまった時点で、トラブルのもとになるので耳を貸さずにきっぱりと断るように、 国民生活センターが注意している。原野商法に引っかかった購入者の子孫が原野を相続した際、原野は無価値に近い者の,の場合によっては、少学の固定資産税を払う必要がある。無料でもいらないとされ、日本の自治体にすら寄贈を断られる場合が多い。先祖の財産を相続する場合、原野だけ相続放棄するということもできないので、先祖が購入した。 無価値な土地の税金を相続後も払い続けることにいる。それを嫌がり、相続した土地の登記が任意であるという抜け道を利用し、原野を登記せずに放置することで事実上の相続放棄を行う人が多い。この結果生まれるのが所有者不明土地である。富士通総研の江波敏弘は土地所有者不明問題が東日本大震災の復興事業の大きな障害と、 なっていることを示すレポートを2017年3月30日開催の規制改革推進会議の投資等ワーキンググループ提出し、その中で原野商法の後遺症により新たな問題が地方で発生していると指摘した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。